すごくいい状態に仕上がって今大会に来ているので、まあ、皆さんの想像を上回るようなプレーができればと思います。10年以上ずっと対中国でやってきて、まだまだこう結果を残してないので、まあ、今回世界卓球で中国やりたいです。